第65代横綱、貴乃花。1988年、当時の藤島部屋に入門し、19歳5ヶ月で幕内優勝、20歳5ヶ月で大関昇進など、数々の最年少記録を更新した平成の大横綱と呼ばれた力士です。現役引退後は、一代年寄を襲名し、貴乃花部屋の師匠として活動していましたが、協会内での暴挙や、信じられないような問題行動が次々と発覚し、2018年には日本相撲協会を自ら退職してしまったのです。また、時が経つにつれて、弟子たちとの確執も明るみになっていき、当時世間を賑わしたニュースの多くは、彼自身の性格の問題と、そのねじ曲がった考え方が全ての元凶であったことも、世に広く知れ渡っていきます。今回は自らの利益のためにはどんな人でも受け入れる一方、自分の意見に同意しない者に対しては、理事長であろうと一切話を聞き入れることもなく、視線すら合わせないという傍若無人な貴乃花の真の姿についてお話しします。協会との確執。貴乃花が親方になって協会との確執が初めて明るみになったのは、2010年の貴乃乱と呼ばれる相撲協会理事選挙での一件です。その際、貴乃花は当時所属していた二所ノ関一門から役員に立候補予定だった親方に反旗を翻し、突如自身の理事立候補を表明したのです。当時、一門内で立候補予定だった元横綱の貴乃里は、この貴乃花の身勝手な行動によって立候補を断念するという事態にも発展しました。さらには、同門の親方でもあった二代目若乃花や貴闘力ら6人も引き連れて一門を脱退するという前代未聞の行動にも出たのです。この一件についてマスコミでは貴乃花を相撲協会の革命児と大きくもてはやしましたが、関係者へ協力を懇願するために奔走していたのは他の親方たちであり、貴乃花自身は誰かに頭を下げたりすることなどは一切ありませんでした。当時の様子について関係者は、自分の周りで誰かが動いてくれるのが当たり前だといった感じだったと話しています。また現在の相撲協会理事長である八角理事長を会議中に大声で罵倒したことも、彼の人間性を疑われるようになった一件だと言われています。問題の行動は協会評議員の後任を決めるための会議の最中に発生しました。貴乃花親方は評議員の推薦候補者が気に食わなかったのか、その人選に猛反発をしたのです。しかし反発するだけであれば誰も問題視しなかったのですが、彼は親方全員が見ている中凄まじい剣幕で、八角、てめえ、この野郎と怒鳴りはめき散らしたのです。その場にいた多くの親方が尋常ではない怒り方だったと証言しており、この一件以降は協会内では彼が自分の意見に合わないことがあると恫喝じみた行動で周りの人間を服従させるという性格だということが広く周知されていきました。そして貴乃花の真の姿が最もよく表された一件が春間富士の暴行問題です。2017年11月、弟子の貴ノ岩に対する春間富士による暴行が発覚した際、当事者でもある春間富士と伊勢ヶ浜親方の2人が貴乃花のもとに謝罪に訪れた際のことです。ちょうど外出しようと車中にいた貴乃花は視界に入った2人に気遣うことなく完全に無視をしてそのまま車を発進させてしまったのです。この時のことを春間富士は自著の中で、自分はともかく師匠は各界の先輩、貴乃花が自分の師匠に対してああいう態度を取ったことで自分は師匠に迷惑をかけた気持ちになり、最終的には引退を決意したと述べています。実際この暴行問題の前まで伊勢ヶ浜は理事選で貴乃花に投票するなど両者の関係性は良好なものでした。しかし一旦自身の考えに合わないと思い込むと、相手がどんな人でも一切口を聞かないという身勝手な貴乃花にとってこのような行動は当然だったと言えるのかもしれません。またこの問題は後に貴乃花が協会に無断で警察に被害届を提出していたことも判明します。双方の関係修復や事態収拾を目指す協会側としては、報告や相談もなしに警察へ被害届を出した貴乃花に対し、被害届を提出したことをなぜ協会に報告しなかったのか、なぜ伊勢ヶ浜の謝罪に応じなかったのかと貴乃花の行動に対して不可解の念が強くなっていったのです。その後も貴乃花の暴走は止まることなく、相撲協会の危機管理委員会が要請した協力を拒絶するなど、事件を解明しようとする協会に対して自分の考え以外を一切受け付けない非協力的な態度をより一層強めていったのです。このような身勝手な行いの連続に困り果てた相撲協会は、
組織に属する一員としての役割を一切果たさない貴乃花に対して、理事解任という苦渋の決断を下すことになったのです。その後、自身がトップを務めていた貴乃花一門は自ら離脱し、部屋の扱いが無所属になることで貴乃花一門は消滅することになりました。そして、一門制度が改正された際には、20人近く弟子たちがいるにもかかわらず、貴乃花部屋の閉鎖を一人で決断し、さらには、自身の教会退職というとんでもなく身勝手な決断で幕引きを図ったのです。部屋の存続を願い、所属一門が見つからない貴乃花を不憫に思った親方や、春間富士暴行事件で争っていた伊勢ヶ浜親方から、二所ノ関一門へ合流して一緒に若い者を育てていこう。事件の責任もあるから、伊勢ヶ浜一門へ加入してはどうか。などと、貴乃花へ譲歩するような提案も行われましたが、彼がそれらの意見を受け入れることは一切ありませんでした。それどころか、貴乃花を心配した先輩親方へ電話を折り返すことも、声をかけた一門に頭を下げることさえ一度もありませんでした。教会のトップ3まで上り詰めた貴乃花でしたが、誰の意見も受け入れず、組織の中で完全に孤立してしまった彼自身の問題が、部屋消滅の最大の要因だと多くの識者から指摘されています。弟子との確執。2014年、当時貴乃花部屋に所属していた貴俊を、貴乃花が勝手に引退させたという事件がありました。しかもこれは、関取目前の幕下3枚目での場所が始まる直前の出来事で、貴俊自身も引退は寝耳に水といった状態だったそうです。後に貴俊は、親方が勝手に引退届を提出した。と発言し、相撲協会を相手に地位確認などを求めて東京地裁に提訴をしています。この裁判では、貴乃花は洗濯ができていないことを理由に、付け人に何度も往復ビンタや殴打をしたり、指輪をした手で弟子を殴り、目の上が切れる怪我を負わせるなどの暴力を振るっているという、驚きの事実も明らかになりました。また当時、貴乃花部屋に所属していた弟子の高吉氏が、支度部屋で付け人を複数回殴打した際には、他の部屋の暴力力士に対して行った厳しい発言を撤回し、教会執行部への姿勢を180度方向転換するという手のひら返しを行います。春間富士事件の際には、暴行事件を起こせば、所属部屋に関係なく警察に捜査依頼するのが当然だ。と、強気の主張をしていましたが、自分の部屋の不祥事になった途端、警察への被害届の提出は行っていませんでした。この一件により、それまで彼を信じてきた相撲ファンからも、春間富士事件とは対応が正反対。他の部屋の力士に厳しく、自分の部屋には甘い。と、批判の声が上がっていきます。さらに、前回は暴行問題の被害者だった貴乃岩が、自身の付け人へ暴行を行ったことが明らかになった際には、あいつとは今後10年は会わない。と宣言し、引退会見当日に本人から連絡があった時にも、一切反応をせず、最後の断髪式にも出席しないという非常な行動をとっています。現役時代は相撲だけに真摯に取り組み、頂点まで上り詰めた貴乃花でしたが、親方として社会に出るとその意向は徐々に薄れ、自己中心的な行動で関係者へ迷惑をかけまくるその姿に、彼を慕っていた人たちも次第にその元を離れていきました。教会を引退後は、選挙への出馬が取り沙汰されたり、バラエティ番組や CM に出演したりしていましたが、最近ではその活動が極端に減り、現在ではワンルームマンションでひっそりと一人暮らしをしているようです。ただし現在でも、大相撲に対する思いは強く持ち続けているようで、相撲の普及活動を目的とした貴乃花道場を設立し、将来の力士を育成する活動も行っているようです。組織の一員としては、相撲界の発展に協力することはできなかった貴乃花ですが、その外に出ることによって、貴乃花自身の持っている相撲への愛情が、将来の大相撲に寄与する方向へ導いてくれることを願ってやみません。